エッドーレ・バスティアニーニエットレ・バスティアニーニは、イタリアのバリトン歌手。特に、ベルディのオペラで優れた歌唱を残した。シエナで、父親不在の貧しい家庭に生まれ、地元の合唱団に、バスとして参加。兵役の後1946年に、ラ・ボエームのコ・ディーネ役で、初舞台を踏む。バス歌手としても、そこそこの評価を得ていたらしく、1948年には、 エディプス王のティレシアス役で、スカラザデビューも果たしている。しかし彼は、定期の発生に困難を感じ、バリトンに転向するため休業、再検算する。再デビューは1952年、地元シエナのリンロバーティ劇場で、椿姫のジョルジョ・ジェルモン役。以後1953年には、メトロポリタン歌劇場、1954年に、スカラザ、 1958年には、ウィーン国立歌劇場にデビューするなど、世界的な活躍を開始する。気品のある、そして若干の哀愁を帯びた声色、滑らかなレガート、正確な発音などで、特に、ベルディのオペラにおけるバリトン役、エルナーニ、リゴレット、トロバトーレ、椿姫、仮面舞踏会、ドンカルロ、運命の力において、その評価は今日でも高い。また、 舞台上での演技の考説に関しては、両論あるものの、その端正な顔立ちと凛々しい舞台姿は、多くの女性ファンを虜にしたという。ソプラノで、レナータ・テバルディとマリア・カラス、テノールでは、マリオ・デル・モナコ、ジュゼッペ・ディ・ステファーノ、フランコ・コレッディなど、群友格挙のオペラ黄金時代1950年代にあって、それら大歌手と共演して、数々の名舞台。 名録音を残している。一つ惜しまれるのは、オテロのイヤー5役の全曲録音を残さなかったことで、あった。1960年に、A デッカレコードは式カラヤン、共演テバルディ、デルモナコというキャストで同曲の録音を開始したが、バスティアニーには、カラヤンと曲作りをめぐって、衝突、急遽、アルド・プロッティに交代させることで録音が、完成している。 1962年に発生に何らかの支障を感じ、診察を受けたバスティアニーニを待っていたのは、咽頭癌という診断結果であった。外科手術の可能性も検討されたようだが、歌手生命を断たれる事態を恐れた、彼は放射線治療を選択する。しかし放射線治療によっても、生体への悪影響は避けられず、1963年頃の演奏表には、彼の歌唱には、 以前の輝きが失われたとするものも多い。もっとも当時バスティアニーニの病状は本人と医師以外知る者はなく、不調も単に演奏方による発声障害と一般には考えられていた。舞台出演が次第に減少していく中で、1965年には彼の念願だったオテロのイヤー語訳を生涯でただ一回回路で演じている。 癌の転移のため同年末からは舞台に立つことすら困難な健康状態となり、事実上引退、密かな闘病生活も虚しく、1967年にガルダコ畔のシルミオーネのビア XXV、アプリーレイにあるアパートメントにて44歳で死去した。日本には歌手生活晩年にあたる1963年と1965年の2度演奏旅行に訪れており、 1965年には最後のスタジオ録音が日本でなされている。ありがとうございます。